だからね、読み方が遅い。それは共通テスト終わんないよ。これはね、もう批判殺到するね。そっか。そうで始めました、モチッシュ。さてさて、人気者の坂上さん。はい。はい。自分で言って。ね、やっぱりね、努力していくとこうね、好感度が上がっていくっていうのは身に染みて分かってますか？まあ、コメント欄見てれば。変わってきたでしょ、そういうことです。いかにちゃんとやるかっていうのが大事ってことですよね。ちゃんと毎日十何時間も勉強してるっていうのをね、見せれば。やっぱり頑張れ来ると思うんで、そうです。今回ですね、まあ、一応文法終わったわけじゃないですか、はい。でまあ、共通テスト文法出ないんで、文法力ちゃんと確かめようと思ってですね、一から鍛える英文法入門編というのですね、私の本ですけど、ニットをこませんレベルまでぐらいのものが載ってる感じなんで、坂上さんの実力をこれで測ろうかなと思いますんで、はい、最初単元別でこうなってるんですけど、後ろにもうバラバラにしたランダム問題集みたいになってるので、単元わかんない状況でやります。それだったらどれぐらいできるのか、自信はありますか？いやー、ないです。なんでその反語みたいな言い方。いやない、あるだろうか。いやー、ないみたいな。ここだと名城、中部、あ、中央大も入ってますね。南山とか神奈川工科とかですね、さまざまな大学の問題が入ってますので、ではもうさっとやっちゃいましょう。ここで終わりました。どうでしたか？いやー、まあ忘れてるなっていうのもあります。てか遅い。めちゃくちゃ時間かかってる。いやー、こんな4択問題でそんな時間。てかね、読み方が遅い。それは共通テスト終わんないよ。だからこうやって読んでる。あ、はい、これダメです。指で一単語ずつこうやってやるとか、鉛筆とかペンでこうやってやるっていうのは、その速度でしか読めなくなっちゃうからダメです。絶対にやめてください。はい、禁止です。まあ、もちろん塊ごとに、ね、まあ、スラッシュ入れたりだとかカッコつけたりとかっていうのはいいんですけど、一単語一単語やると目で早く読めるようになっても手に合わせちゃうんで、読むのが遅くなっちゃうんですよ、どうやっても。だ、それは危険なんで。さて、では答え合わせしていきますね。はい、はい、ではいきます。3、はい、4、はい、1、はい、1、はい、3、はい、1、はい、4、はい、2、はい、3、はい、4、はい、3、はい、1。あ、よかった。おお、はい、1枚目、1枚目全問正解。いきます。2、はい、4、はい、1、1、1、1、3、3、3、3。あ、だいぶ間違えてるぞ、これは。At this time tomorrow, 92 to Paris。ちょっと tomorrow ですよ。 tomorrow はいつのことかって言ったら未来ですよね。なんで have traveled って書いたの？ have traveled はいつのことですか？現在完了。そうですよ、現在完了ですよ。 tomorrow だから未来のことなんで、未来進行形ですね。この時間にはこうやってやってる頃でしょうです。 the car looks like it needs、 はいはいはい、 need ing、 どういう意味ですか？ need ing は ing を、なんだろうな、しなきゃいけないというか、そのそいつをにさせなきゃいけない。Need to do と違うんですよ、意味が。ほら、Need ing はされる必要があるっていう意味ですね。はい、だから車が現れる必要がある。なんで need の後ろに wash なんて来てるんですか、原型。助動詞の need だったら、まあ、そもそも平常文で使われないし、s つかないでしょ、needs っていう。ウォッシュを名詞だと思ったってこと？原型にすんだか、うん、ING にすんだかどっちやっけなって思って、うん、いやいやいや、甘すぎる、そんな助動詞じゃない。はい、次がトーストですね。いやいや、4は選ばないでしょ。だってあとスライシーズって複数ついてる、両方ついてるよ、そんな表現ないでしょ。あ、プラススライセスとかありえないですから。あ、スライスオブだったら分かるけど、あ、ピースオブね。で、あ、have this tooth remove もおかしいでしょ。 remove ってどういう意味ですか？取り除く。はい、歯が何を取り除くんだ。歯は取り除く、枯れる。そうです、だからリムーブ。そうですね、過去分知れなきゃダメですね。リムーブの形にならないといけません。はい、これまだ語法とかも弱いな、まだまだだな。はい、3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3。はい、あ、できていない。これはね、もう批判殺到するね。はい、もうね、こんなだって文法の一番最初に並ぶやつですよ。 discuss は
移動した動詞どっち、多動詞ですね。そうですね。Discuss about とか選んじゃもうね、これはもうコメントで批判殺到、無理だ無理だっていう、無理だ無理言われちゃう、これ。2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2。はい、今回はメイド、メイクの受け身の形は分かってないですね。はい、メイクの語文形を受動態にした場合 be made to be、 はい、to do の形ですね。はい、と次は前置詞 we catch up with each other。 a cup of coffee、 知らない、 over です。どういう意味ですか？これ知らないですね。コーヒー飲みながらって意味ですね。じゃないです。できないとダメです。これは熟語はどこまでいったの？書いた何もやってない。まだ熟語やってないの、はい、でまだやるかどうかは決まってない。なるほどね。こんな基礎熟語知らなかったらやばいっしょ。だって4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1。ライデイレイン間違えたか。やっぱ一番最初の自動詞多動詞ができてないね。やったでしょこれも。やっでもは無理だなっていうのを思ってましたね。ライは自動詞多動詞ですか？ライは自動詞、はい、レイがは多動詞、はい、今回入るのはどっちですか？どっちが入りますか？自動詞多動詞。自動詞。なぜかっていうと、なぜかっていう、そうだから説明できるレベルにしないといけないですから、はい、なぜですか？後ろが前置詞だから。そう、前置詞ですね、はい、目的語がいないってことは自動詞ですね、はい、しかしあなたは多動詞に丸をしてますね。is lying であればこれは自動詞の現在進行形。次、 something is wrong with this door。 これも知らない。どういう意味だか分かりますか？ドア開けちゃいけないのかなっていうふうに思って禁止の must。 それだったら人が必要でしょう。 you mustn't open the door ですね。そっか、される側ですねこれね。どうしても開かない、 it won't open、 will not、どうしても何々しないわ。Will not どうしても、そうダメですね。そこも知らない。 Will not にはどうしても何々しないっていう意味がありますね。2 2 2 3 3 2 2 2 4 4。もう思ったより時間かかる。 3 days ago ですよ。 ago がついてる場合は何系ですか？過去系ですね。現在完了は使えません。基礎中の基礎、はい。173 we bought three furniture。 furniture は何名詞ですか？深さん名詞。深さんの前に3なんか置くわけないでしょ。そっか、加算名詞数える場合は3 pieces っていう風にならないといけないですね。はい、まだまだ全然できてないですよ文法、はい、2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1。 What to do 知らない。 What to buy なんか言えないよ。疑問詞プラス to 不定詞。 Speaking of baseball、 ベースボールって言えば知らない、うん、表現。はい、次、はい、used to、 はい、分かってないですね、はい、これどういう意味ですか？慣れている、慣れるの場合は be used to ing ですね。なぜ used to take を選んだ？いや、これこの間間違えたんですよ、うん、出てきて、うんうんうん、ああそうだなっていう風に復習したばっかだったんです、ね、そう、 used to はかつて何々したでしょう。 be used to ing 慣れているですからね、うん、最後2つ11、はい、という感じで、まだまだ抜けが多すぎますね、はい、ということで50分の36？ そうですね。ってことですね。では全然ダメです。入門編ですらまだまだこのレベルじゃダメですので、はい、悲しい顔してください。全然ダメですね。もうこれ勉強し直しです、はい、文法復習してください、はい、復習してないの？一切触れてないですね。触れてない、共通テストだからってことね。勉強はしなきゃダメですね、ということで、はい、さすがに文法抜けすぎだし、やっぱ表現知らないっていうのも分かるので、はい、引き続きやってください、はい、はい、そんな感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。